おはようございます。4月26日日曜日、今日は YouTube の野菜の勉強です。忙しいなほちゃちゃ。今度新型のマスクやね、新型今度こなしてこれでできんねん、どう？考えて、普通はな、普通はな、普通はマスクってこうするもんやけどな、違うね。最初にまずこうかぶんね。で、ここでな、下からこうしてな、上からこうしてな。どうこれ、このマスク。昨日一晩寝んと考えてんで、本当に楽しいな。これこうできんねん、でなんかこうつんで、いろいろ考えたけどな、パンツの子もだんだん減ってもた。じゃあおはようございます。今日はネバ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 野菜作りやで、もう各家庭で自家野菜な、もう10坪もなった贅沢やで、もうあのベランダだったら十分や、ベランダでできんねん、ベランダでなあ、野菜で免疫力上げるのやっぱ野菜しかないわ、野菜と果物、新鮮な。もうな、もちろん八百屋さんのお野菜も美味しいけどな、取って食べるって贅沢やで。ほんでな、食べたい時に食べて、納豆ってほとんど腐らへんねん、これがすごい、天然の冷蔵庫や、ほんと。ほんでな、もう一つすごいな、これは言うたらいかんねんけど、生ゴミな、ボンボコ入れんで、うちは生ゴミ肥料なんで、で勝手にな出てくんねん、生ゴミから、カボチャとかボコボコ、うちはだからな、雑草が枯れてくれ、生ゴミに押されて雑草がな、ヒーって枯れてくれんで、すごくない？自動車がそんなことしてから、自動車もいろいろせなあかんねん、ではな、今日はスキレット、今日はネゴロのおっちゃんとこからもらったシシ肉です、シシイノシシです、シシ肉、これ安い600円で切れ端、うまシシやで、今日はちょっと突っ走ろうかな、どーっと。ネバネバ三兄弟、この頃よっと起こしてくれんで、嬉しいわ、もう友達増えた、ネバネバ友達、ゴー。納豆美味しいな、納豆だけで全然おいしないね、メカブと長芋すりおろし、この3つで完璧やけど、僕は贅沢やん、そこはリンゴ、ゴーヤ、それから大根、人参、完璧やな、ここまでやったらまあ上級クラスやな。納豆だけやったら初級やな、初級。ネバネバ初級。でもしつこいデルスはできるよ。ねちこいデルス。もう嫌がられてる。あんまりしつこいからだいぶしてくれやしや、嫌いまくんねん、ねちねち打つねん、ショップによって取扱商品傾向は異なりますので、近隣に美味しいな、適したグッズを使っているショップ、チェーン店を見つけることもあんまりな、ネゴロのおっちゃん、ダーン、鉄砲打っちゃうんで、鉄砲打ち、バーン、天下で鉄砲打ち、ネゴロのおっちゃん、鹿でも命でバーン食べてもらえんねん、もう鹿かなんねん、うちでも畑鹿にみんなこれネギまで食うよねん、ネギまで、まあ、悪いことないねんけどな、もう山奥行っててくれたよねん、もらうてな、じいさんばあさんの畑食いやらしよねん、ネグロさん助かるわ、これうちなんか天下の別荘の畑全部サブしたんで、中に人間が入ってるよ畑するねん、前にちょっとでも荒れたら猿が来るわ、鹿が来るわ、イノシシが来るわ、大変やん、山奥で農業しよう思ったら、
その柵だけで十何万かかってる。高い、はったけやで。あ、もう。おいしいなぁ、もう。こんなん食べたら釣りに行きたなんねや、もう。なぁ。おいしいわ。釣り楽しい。それに楽しいね。うん、まい。自粛せなあかんな、名古屋出たから。もう病院の方苦労してはんの。水を相当食いますので、たっぷり入れますよ。おお、水筒さえ入って。まあ、また月曜日よろしく、しょうもない話聞いてくれて、ご清聴ありがとうございました。また来週よろしく、月曜日よろしく。